例をちょっと先にやりますね。合成微分の例。こういうのが、今後、演習問題に載ってますね、一番最初の演習問題に載ってるんですけど、あ、そうそう、言うの忘れてた。明日は演習ないんだよね、100で休みだから。だいたい想像ついてたと思うけど。で、この紙は、じゃあ、チャラになるかっていうと、そうじゃなくって、次回の演習、だいぶ先なんですけど、2週間後くらいの時にやるので、捨てないで持っててください。来週木曜日は講義だから、その次の木曜日。じゃあ、例えばこんな例。あ、ちょっとこれ大変かな。こっちの例でいこうかな。例えばこういう時に、こういう時にこれを求めなさいっていうような問題を考えてみるわけ。なんか変な山なんですけど、これが山の高度を表してて、変なチームなんですけど、北に行ったり南に行ったりしてるわけ。東西方向にはずっと、まあ西かな、西に、あ、東にずっと進んでる、そういうチームがあったとする。その時に時刻T においてこのチームは上ってんのか下ってんのかどっちなんだっていう、そういうことね。で、これをやるには、あの公式を使ったらいいわけで、公式その1を使ったらいいわけで、右辺には4個のピースが出てくるから、その4個の人たちを1個ずつ作っといて、最後にまとめろっていう話なわけよ。だから、それちょっと作っとかなきゃいけない。そうすると、まず最初にこれを X で偏微分したのとか出てくるから。X で偏微分すると、もうみんな慣れたと思うけど、 y は定数とみなすから、 y2 乗。y で偏微分すると、 x は定数とみなすから、これ今4個出てきたピースの1番目と3番目をまず計算したわけね。次にこっちを計算するんだけど、ちなみに具材の書き方教室、ここはこうなってて、なんて言うんでしょう、ここに2個角があることが大事ね。これ大文字で書くとこんな文字なんだけど、見たことあるかな。多分教科書の表紙の裏かなんかにはギリシャ文字一覧表があるんじゃないかな。具材。時々焦ってこの羽っていうか払いっていうか、なんて言うんでしょう、このためを一回節約する人がいるんですけど、こう書く人がいるんですけど、これは別の文字です。これはその手の人に言うは有名なゼータですね。大文字はこうこう。ギリシャ文字で言うと Z で、これはギリシャ文字で言うと X に当たるんですけどね。これ分かってるとギリシャに旅行した時も安心です。それでは、
ねえ、イータは Y に似てるけど違うわけよね。なんだろう。イータは、イータとかエータとか言うけど、これは英語好きの人は知っている発音記号にこれ入ってるよね。なんとか ING の時によくこんな記号が発音記号の中に入ってるんですけど、それがイータです。なんだっけ。ああ、これを微分しようと思ったのね。これは素直にこうなる。それからこっちは、マイナスサイン t になってね。で、この4個の、うん、いいかな、そう、いいですかね、この辺。ちょっとね、各両方言ってしまいましたけど。で、この4個の部品を組み立てて作るんですけれども、ここで、僕にとってのすごい反省ポイント、毎年うまく伝えられないんですけど、あれ、z のさ、t に関する微分だからさ、最後の答えって t の関数にならなきゃいけないわけね。zt、例えばあっちで言ったらさ、時刻 t だけ入れると、その時の高さが出てくるってなってるからさ、微分したものは t の関数になってなきゃいけない。ので最後の答えは t の関数になるんだけど、 dfdx は y2 乗なんだけど、ここ素直に y2 乗と書いてはいけなくって、 y のところには eta を入れるわけだから cosint の2乗となるわけよ。かけるエクスポネンシャル t。足す、ここは x2y とな、2xy となるわけで、となるわけ。ここはメモね。ここはメモにするよね。そろそろ式の意味を説明すると、なんかここでこれ入れなきゃいけないっていうのが通じそうな気がしてきたわけですけど。からの方がいいか。なんか言ってからの方が良さそうね。t で微分したものを出したいんだけど、だからほっとくと、なんか y2 乗エクスポネンシャル t 足す 2xy マイナスサイン t とか答えそうになるんだけど、最後の答えは t だけになってるべきだから、x のとこには具材 t を入れるし、y のとこには eta t を入れて。ちなみに別解なんですけど、これは物好きで言う別解じゃなくて、ちょっと伝えたいっていうか、伝えたい別解なんですけど、要するにこれって最初の式で、最初 xy2 乗でしょ。その時点でさ、これ入れちゃったらどうなんっていう話があるわけよ。これ XY。こうなんか付け加えて書くときに字が小さくなるって言われたんで、ちょっと気をつけようかなと先週から思ってるんですけど、こういきなり最初に代入してしまうっていうことも考えられるよね。さっきからさ、X は逆だね。いいのか。いいんだね。x はエクスポネンシャル t で y はコサイン t だからって言ってるわけで、最初からもうこれを入れて、これをいきなり微分すればいいんじゃないかっていう気がするわけ。それでもいいですよ。
そうするとちょうどこれ積の微分法でやるとこうなると思うわ。確かになってるよね。前半を微分したのがこれで、後半を微分したのがこれ。だよね。でさ、まあこの例で見るとね、これでやった方が全然簡単じゃん。別に二変数関数のなんたらとかさ、そんな新しい公式出さないでさ、積の微分だけできればいいわけだから、その秋の、なんだろう、秋のプチテストレベルでファイナルトライアルができてしまう美味しい話なわけなんですけど、ここで僕はこの別解を言ったのは、これは賢明じゃない別解だっていうことを言いたくて言ったのよ。まあこの問題だったらね、これでもいけるけどね。いやいや、この問題に限っては別にこれでもいいっすよ。だけど、で、いつでもこういう方法で一応解けるんだけど、今後みんなが出会う問題っていうの多くは、こう素直にやろうとするとすごい大変になって、こっちでやろうとするとすごい楽な問題っていうのが世の中にたくさんあるのよ。だからこそこういう公式が考えられてるわけなんだけど、なので、まあこういう最初に入れてしまってから微分するっていう方式、で、同じ答えが出るんだけど、それがこうだっていうのはちょっとぜひ知っておく必要がある。でも計算してるものは要するにこれを計算してるわけね。だってさ、この括弧の中っていうのは要するに、時刻 t におけるチームのいる高さじゃんね。x と y から計算できるやつで高さだから。で、それを t で微分すれば、上ってるか下ってるかなっていうのはわかるわけね。だけど、それをこういうふうに区別しておくと、分けて考えておくといいことがあるということを言いたい。